この少年が世界を救うというのか。オリバーはさ、なんで旅をしてるの？母さんを助けたいんだ。もっとちょうだい。ここは君たちの来るところじゃない。さあ帰ってくれ。お前ら懐くな懐くな。こらオリバー、ごめんね。滅びの運命を変えられるのならば見せてもらう。お前らの世界とは違う、もう一つの世界。さて、どのようになるのか、最後まで見届けようではないか。
けないよ。いけ。頑張ろう。
お前たち、杖は取り返したぞ。あら、国王様さらわれたんとちゃいますの。おのれ、卑怯だぞ。ちょっ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 、油断しよって、バーカめ。ちょっ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 。うわ、でっかいな、自分。お前たち、ニャンダルの家来だな。え、僕たちは問答無用。うわ、you
お揃いですかな、エルダードゥークの皆様。よくぞ集まってくれた。ではこれより評議会を始める。本日の議題は言うまでもありませんな。そう、この予言の証明、奴の処分についてだ。ハルガイ、漆黒の魔導士よ。お呼びでございますか、灰の女王。一の国から来た救世主、奴の処分を命じる。世界を導く者、執行者としての務めを果たせ、ジャボ。条件がございます。なんと、女王陛下に対し条件ですと。申してみよう。はあ、恐れながらこの一件、すべてこの私一人にお任せいただきたい。特に評議会の皆様、手出しは無用でございます。我々と対等のつもりですか。自分の立場を何だと思っておる。ずいぶん大きく出たものね。管理者に意見する。騒がしい連中だ。静まれ、ジャボーよ。許可しよう。では、すべてお前に任せたぞ。救世主などという言い伝えを信じている者たちに知らしめてやるのだ。そんなものが存在しないということを。はっ、必ずや。救世主おれば、その心を必ずや染めてみせましょうぞ。絶望に。これが魔法の杖じゃ。ミーも若い頃それはもうこれで暴れまくったものだ。さあ持っていくがよい。ありがとうございます、国王様。このことがあのお方に知れればミーもお前もただでは済まない。しかしお前にかけてみたくなった。お前のそのまん丸の目にな。あのお方ってジャボーのことだね。そうはっきりと言ったらまずいじゃないか。そうだな。国王様、オリバーに杖を渡した以上もう後には引けまへんで。そうだな。国王様、僕はきっとジャボーを倒してみせます。Thank you.
この少年が世界を救うというのか。オリバーはさ、なんで旅をしてるの？母さんを助けたいんだ。もっとちょうだい。ここは君たちの来るところじゃない。さあ帰ってくれ。お前ら懐くな懐くな。こらオリバー、ごめんね。滅びの運命を変えられるのならば見せてもらう。最後まで見届けようではないか。